どうものぞみでございます。今くぶら集落にいまして、今お昼のちょうど12時です。まあ、こんな暑い時間に歩かなくてもいいと思うんですけども、ちょっと久々にこのくぶら集落をちょっと歩いてみようかなという感じで、ちょうどね、お昼の時間なんで、まず散歩の前にね、やっぱりこうお腹空いてるんで、どっか空いてるかなと思ってるんですけどね、ちょっと行ってみましょうか。空いてるか、空いてるのか、空いてる。とりあえず漁協食堂でビール飲むかな。漁協食堂でカジキの唐揚げ定食食べました。めっちゃ美味しかったです。ついつい生ビールをいっぱい飲みましたので、もう運転できません。ということで、12時半ぐらいですかね。ちょっとまあくぶら集落でもあまりこう普段せっかくなんでね、ちょっと歩かないところ行ってみようかなと思ってますけども、まずこちらね、大友商店の前を通りまして行きたいと思います。さあ、ちょっとどの辺歩いていこうかな。こちらがくぶら簡易郵便局でございます。まあ一応ね、簡易郵便局ですけど、まあ、日本最西端の郵便局ということでございます。まあ、後で行ってみようかなと思ってます。さあ、撮影ではなるべく通ってない道をね歩きたいなと思ってるんですけどもね。さあ行きましょう。老人と海、はい、こちら1990年ね、与那国島のくぶらを舞台に、まあ、長編記録映画とねして老人と海がまあ制作されたということでございます。はい、主人公だったね糸数さんが実際に使ってた船である、彼はこのサブアンニセをね、操り、巨大なカジキと格闘を制したというね、感じでございます。はい、こちらくぶら公民館ですかね。はい、
さあこちらがですね、久倉小学校と久倉中学校、保育所ございます。でバス停でいうと久倉港のバス停でございます。こちら書いてますよね、ようこそ台湾の見える久倉中学校へって書いてます。まずあの与那国の小学校関係なんですけども、小学校と中学校ございます。でこの島に高校がないので、中学校卒業すると島の子どもたちはね、島から出ていかないといけないっていうね、確実に、16歳で自立していく感じでございます。まあ、小学校が各集落に1校ずつあるので3校です。で中学校が2校という、感じでございます。まあ、今夏休みなのでね、誰も来てませんけども、はい。では久倉張と、久倉振市に来たんですけども、まあ、久倉張はですね、まあ、歴史的に、まあ、ちょっと悲しい歴史の場所で、まあ、人口制限があった場所なんですけども、はい。まあ、バリももちろんね、いいんですけども、こちらが久倉振市というところで、はい、本当に地形的に与那国島は素晴らしいところで、この久倉振市はですね、まあ、琉球石灰岩と砂岩が織り直すね、波の浸食された岩がですね、こう眼下に広がってきまして、この景観がね本当に素晴らしいと思います。まあ、僕与那国島でも結構大好きな一つの景観の場所なんですけども、どうでしょうか。なかなか本当に他の離島では見れないようなね、こう地形をしている与那国島でございますけども、蜂の巣状のタホニがこう広がってくるということで、こういうふうに穴が開いてるんですけども、これが、タホニでございます。はい、まあ、波の影響とか風の影響とかですね、で岩にね、まあ、石とか当たって、まあ、いろんな力によってこう穴が開いていくというね、こういうタホニがたくさん広がってきてます。こちらがちょうど島の北側でございます。まあ、今日も天気が良くて、しかもかつ波も穏やかでね、すごくこう落ち着いた感じの降り市ですけども、まあ、もちろん悪天候とか、台風とかになりますと、もう波しぶきがここまで上がってきますのでね、はい。まあ、いろんな顔が与那国島で見れるという感じでございます。駐車場側に来まして、これ皆さん何か分かりますかね。名古屋大学の気象観測のレーダーらしいんですけど、これ雨雲レーダーって言ってたんですかね。これは比較的新しい立ったものなんですけども、まあ、こちらがこれも名古屋大学の気象観測のレーダーで、 これはもう2年ぐらい経ってるんですかね。はい、結構サビいってますよね。やっぱり潮風の影響でね、もう海目の前なんでね、結構サビていってますけども、そしてこの目の前、これ製塩工場です。塩工場の跡地です。まあ、20数年前なんですけども、まあ、ちょっとこちら事務所からの火災がありまして、聞いたところによって、そのまま再建できずに、骨組みだけ残ってる状態の製塩工場ね、ちょっと遺跡っぽい跡地なんですけども、ちょっと近くまで行ってみましょうか。まあ、結構間近で見るとなかなか迫力がありますよね。はい、ただね、こうやって瓦礫がね落ちているので、まあ、いつ何時崩れ落ちるか分かりませんので、もしここに近づく際は皆さん本当に、ちょっと気をつけてください。はい、ちょっとそれも、しっかり考えながらちょっと上に上がりたいと思います。ちょっと瓦礫がないとこね、この辺ちょっと瓦礫がいっぱい下にあるんで、
まあ、ここ歩いてるだけでもね、ちょっとこう絵になりますよね。くぐら墓地をちょっとぐるっと回ってきまして、またくぐら小学校側の方に戻ってきました。この辺りが、まあ、町営住宅ですよね。はい、まあ、結構建物はね、まあ、古いものもあったり、ちょっとこう比較的新しいものもありますけど、向こう見えます？いつもここヤギいるんですよね。はい、ここはちょっと公園という指定なんでしょうかね。ここは実際歩くの初めてかな。まあ、というかここおこしの家の近くなんですけどね。何やってるんですか？こんにちは。誰かと思って。お休み？今日ここから休みです。あら、お休みですか？な、夜また仕事なんです。仕事。仕事っていうか、打ち合わせがあって。映ってますよ。あ、こんにちは。今日久々に小倉集落を散歩ということで。暑い中ずっと歩いてます私。お疲れ様です。あの、はい。うん、誰かと思いました。道裏のネズミが。おこしさんは今日休みということで。休みです。あ、そうか、青く塗りました。なんか、あ、自分はやってないですよ。あ、そうなんですか。元々はあれ、あ、青でした。はい、今日休みだって。車止まってるからびっくりしました。おこしの伊藤のとこでついついゆっくりうんたくしてしまいました。お、今ね2時ぐらいです。で、ちょうどねこちらくぐらみっと池でございます。はい、ここはまあ季節によると結構渡り鳥がね飛んでくるくぐらみっと池です。今日火曜日なんですよ。あの2時、今日フェリーが石垣島から来るんで、ちょっと船見に行こうかなと思ってます。さて、くぐら信号に戻ってきまして、あら、ぜんざい食おうかな俺。せっかくなので食べていきましょうかね。じゃあ今日はマンゴーのかき氷食べたいと思います。あと、あのブルーシールも食べれますので、いろんな味がございます。マンゴーのかき氷いただきました。あ、なんか船来たみたい。いただきますと。あー、冷た。うまい。うん。港でございます。今ちょうどお客さんが下船しているとこですね。で、まあ、あのいろんな民宿とかホテルとか旅館とか、送迎車がお迎えに来たりしてます。はい、あ、結構今日は 3,4 組ぐらい声かけられて嬉しい限りでございますけど、結構降りてきてるか。どんな感じやろうね。お、続々とお客様降りてきてますよ。
荷物を下ろし出してきました。まあ、今がね一番慌ただしい時間帯でございます。今3時前なんですけども、今ちょうど今一番慌ただしい時間帯で、荷物がたくさん届いております。でもコンテナの中に、個人の荷物だったりとか、商店のお荷物だったりとか、荷物を、皆様が一斉に取りに来るということでございます。僕も以前は結構船積みを、利用してたんですけども、最近はよく石垣島に行くので、もう直接持って帰ることが多いんですけども、でフェリーが火曜日と金曜日ですね入港してきまして、はい、このような感じで、今日も天気いいのでね、はい、で翌朝に出港していくような感じでございます。これ日川共同バイクの車ですけど、まだあっちじゃないかな。いや、ただ見ていくのが早いですかね。もうお越しを早く店に行きたいっていうね感じですよ。パンまだですよ。まだです、はい、まだ荷物置いてないんじゃないですか。今日は気が早いです。今の時刻が3時10分でございます。お家を出て3時間20分ぐらいですかね。いや、もっとかな。歩きました。今日の動画は久々に久部良集落をちょっとこう散策しましたけども、ちょっと少しでも何かのお役に立てたか分かりませんけども、もうただの散歩の動画でございました。はい、ちょっとかなり喉がカラカラで、生ビール飲んだのすっかりアルコールなくなってしまいまして、家帰ってゆっくりしたいと思います。ということで今回は以上となりますのでね、はい、皆さん暑いんで熱中症だけは気をつけてください。俺やけどな。では